はい、えー、4月の27日、えー、感染者、東京のコロナの感染者は、えー、プラス39名、2桁に収まってきましたね、大阪がプラス30名、神奈川はプラス4、埼玉はプラス1、千葉はプラス7。 北海道プラス35福岡プラス4京都プラス15石川プラス1富山プラス1広島プラス1宮城プラス1奈良プラス2 静岡プラス一、和歌山プラス一、青森プラス一、そして岩手がゼロ人と岩手すごいですねえー、感染者が増えた県が一二三四五六七八九十十一十二十三。 14 15 16えー、16の都道府県でコロナウイルスの感染者の増加が見られましたがその他はプラスになりませんでしたね緊急非常事態宣言の成果が出てきてるんかな だけどこれ、今から連休に入るとまた増える可能性あるんで予断を許しませんねこのまま減っていけばいいですけど17ライブにとうとう卓球の水谷選手まで登場しましたねいやこういう有名人が登場すると 後の一般人の17ライバーが、まあ、1位になれないですよね、ライブ配信してる間は。まあ、本当に誰でもやってるね、最近。だんだんやっぱり見てると自信がなくなりますね、周りがすごくうますぎて。 ダブルスが今、史上最多タイの7回なんで、なんかね、やっぱダブルスの記録も更新したいなって流れのがありますね、8回、9回、10回と、まあ、10回はちょっと難しいかもしれないですけど、ダブルスでも、史上最多記録を更新したいなっていう気持ちは持ってます、それで今年はダブルスがたんですけど、まあ、残念ながらベスト8で負けてしまって、まあ、頑張って、またチャンスがあれば、来年優勝目指して頑張りたいなとは思ってます。17ライブを見ていたら フランス人と日本人のハーフのシェリーみたいな感じのティナっていう子がいたんでまあ紹介しようかなと思ったんですけど YouTube の動画にすると著作権侵害になるんで youtube の動画に上げることができませんでした。で、17ライブは、もうそのまま流れるので、著作権侵害云々まあ、関係ないことはないんですけど、流れてしまうんでね。ただし、17ライブを youtube で紹介しようとすると、まあ、著作権侵害で引っかかると。まあ、そういうリスクは犯したくないので、 まあこういう、えー、著作権のある歌を歌っている17ライバーの紹介は YouTube ではやりにくいですね。